ジカルエイト、どうも、まおかちゃんです。はいです。うでーす。今日はね、岩手に来ております。岩手といえば盛岡。わんこそばです。わんこそば、ちょっとね、わんこそばを今日は食べに行こうかなと。で、さっきね、みか近く、あ、近くだよね、多分。まあ、こっから30分ぐらい。で、まあ、わんこそばと、あと、サファリパークがあるんで、ちょっと急遽サファリパークも行きたいなって。面白そうだね。思ってるんで、ちょっとそこら辺を観光しつつ。ということで、じゃあ出発しますか。ハンバーグ揚げ食べに行って、秋尾滝行った時に、秋尾滝で財布ないってなったことは思う。最悪じゃないですか。どうしたんですか。三角油揚げのとこのトイレまで行って、お寺まで行って、ありませんでしたかって、あったら連絡先ここなんでって言って、今何してる。割と最近の話だ。いや、もう何年も。いくら入ってたんすか。いや、金は入ってあんまり入ってないけど、カードとか。めんどくさいもんね。いまだにさ、予約しないのもいっぱい。俺銀行のカードすげえ持ってたから。あすごい。はい、どうぞ。え、これにもちゃんと入りきんないね。え、すごい。これにポン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 入れていくわけだ、自分で。いけるかな。いただきます。ジョンジョン、いらっしゃいませ。ジョンジョン、自分で言う式だね。うん、いや、全然いけば、これ無限にいける。いけないだろ。普段食べて24個。うん、結構味変もあるんだね。うん、とろろとか早速使っちゃうけど、今日のフードファイター。うん、うん、普通に美味しいのよ。美味しい。天ぷらのセットを頼んだ。天ぷら。これ何？ん？ん？なんか柚子が効いてる。うまっ。え、これうまっ。何食べたの？キノコ。なんか柚子の効いたキノコ。キノコなのか分かんない。キノコ見てる。うまっ。甘いやつ。甘い、なんか柚子の効いた甘いキノコ。めっちゃうまい。これ何これ。めっちゃ柚子の味ね。俺これ好き。
これそれそれそれ、なんか豆腐と海苔の入れ替え、キノコこれ、これ椎茸じゃないですか、キノコじゃないと思う、これキノコじゃないの、うん、なんか激うまだけど、激うまだけど、エビ天ぷらはね、やばいっす、やばいっす、うん、うまい、蕎麦湯って何で飲むか知ってる？もったいないわ、違う、なんだろう、なんで教えてよ、玄蕎麦は体冷やす食べ物だから冷たい状態で食べるでしょ、うん、で最後温めるために、ありがとうございました、あーなるほどね、お願いします、最近は結構ほら体にいいからとか言われるけど、体には良さそうな味する、そういう理由ではない、あー食べた、ちょっと待て、いや食いましたね、食いましたね、わんこそば、俺ら全員36杯食べました、3人でちょうど100杯ぐらい、確かにそう考えるとなかなかのハードルに、いやこれね、いやでも全員分割になっちゃったらいいですよね、もうちょいいけたけどさ、あの3段目からは有料って言われたからちょっと渋っちゃったよねそこだよね、400円出してやるっつったらやった、あ全然やってた俺は食べましたね、食べましたね次はサファリパークでございます、どのくらいこの車が耐えられるのかっていう検証そうストリートファイターのあれじゃないんですよ、あのボーナスステージみたいな角とか俺最後サインにマオカちゃん刺されて死ぬ、カットは貫通してねそしたらお前の財布からお金抜いて俺ら新幹線最悪だろやばくないですか、だってサファリパークで俺サイに腹刺されてお前のことだけは忘れないよ大事件だよ、ウェブさん俺最後のことは聞いてもらっていいですか笑っちゃうと思ったあでもなんかなんだっけな、岩手に古戦場っていうなんかタトゥー入ってても OK な温泉があるらしい、珍しい、普通ね基本ダメみたいな、基本ダメでももうお店が公言してるとこがあって、あれカイちゃん温泉あんま入んないんだっけ、公衆浴場だけ、あ俺もダメ、行くんだちゃんと、すごい一歩一歩の感覚がすごいわ
すごい。すごい。俺が象に乗ってますよ。乗ってます。なんかギャーとか言ったらさ、大変なことになりそうで言えない、ね。言えないっすね。首の皮の感じが厚いね。厚いね。でもなんかプニプニしてそう。プニプニしてそうな。すごいな。揺れる？めっちゃ揺れる。でもめっちゃ揺れてるんだよ。めっちゃ楽しかった。おかえり。めっちゃ楽しかった普通に。毛が生えてる。毛が生えてる。横から見ててもね、結構すごいよ。迫力すごい。すごい最後変わったんだけど。だろう。砂利。すごかったマジで。いやなんかすごい体験させてもらったっすね。すごいね。ね結構ね。この辺ギリまで来るじゃん。結構横から見てると全体的にこう揺れてる感じがするから。なんかすごいもう こんな。うん、そうそうそう。俺らゴミの裏ばっか見てる。とあの毛ね。ああ、そうそう毛もね。斑点模様。